リアローラーを変えたんだったら、そりゃフロントローラーだって変えたいよね。ということで今回はフロントローラーを変えていきますが、交換するローラーというのがこちらの2段ローラー、2段低摩擦プラローラーというもので220円というお手頃価格。これ今すごい人気あるよね。中身はというと、プラスチックローラーがランナーについた状態でこのような形状になっています。これをフロントに取り付けようと思うんですが、あ、待って、ローラーはリアに取り付けてください。いっか。ローラーが2段になったことでフェンスに食いつく幅が増えますので、マシンが傾かず安定したコーナリングが期待できます。ただちょっと気になるのが、低摩擦すぎてローラー回ってないんだけど。そんな時は別売りの520ボールベアリングを入れることでローラーがスムーズに回転するようになります。今回ではこの軸受けに使われる520ボールベアリングがあるかないかで速度の違いを見ていくのと、従来の2段ローラーっていうと12、13ミリのアルミローラー、アルミ製なのでプラスチック製と比べると当然耐久性があるのと、1ミリ違うローラー径がどのような効果があるのか、そのあたりもチェックしていきましょう。
アルミローラーを逆付けする人いるけど、これでまたスピードって変わるのかな。はい、本日の動画以上となります。今回最も速いローラーセッティングは2段アルミローラーの逆付けとなりましたが、ペン型スプラローラーも思いのほか速かったね。走らせて分かったのはローラーが接する位置が高いと速くなるといったところで、今一度ローラーセッティングを見直してみてはいかがでしょうか。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。